白下区は中華人民共和国ちゃん通称南京市に位置した市角区。区内には南京市最大の繁華街侵害口があった。2013年2月8日から新和区の一部となった。南京城の東南に位置した。エリアは東予総派門、高橋門、上坊門のラインを境として高寧区と隣接し、南尾深淡川、雲亮河生口。 県公路、昇州路を境に、新和区と隣接していた。西を、外新和川が通り、県行区と接していた。北を、関中路、中山東寺ま寺、霊喰路で、古老区、玄武区と分けられていた。南京北港にかつて、白石山という山があり、石灰石や、白雲石が採掘されており、その山裾は、白下日と呼ばれていた。陸時代には、 白石さんは戦略のようとして重視されてきた。闘神の間は三年、列気日の陳勝祖春が挙兵した際、牛渚より南京に攻め入った。進む慶州市市党官の率いる軍はそれに、反抗するため官軍武将離婚の権威を受け、白下日に白石類を築き、助の率いる兵二千人で守らせた。南朝宋の元下十二年にはこの地で越兵が行われた。 現下27年、北義卓抜等の率いる軍は南に攻め入り、南朝創政権の派遣した大将劉教祖が白石山を守った。陳の定民末年、隋が南下した際、陳宿法は将軍、藩武氏の率いる80層の軍船を白石山近くの長江に配置した。東進から南西永明年間、白石山は南老屋軍に区分されていた。 東大以前には、白下とは、白石山と白石る一体を指していた。ありがとうございます。